はい、どうもたまちゃんでございます。今日はねゴールド契約書を引いていきたいと思うんだけど、実はさ、ツイッターにもあげたんだけど、この残り3日とか書いてあって、こう残り1日とかがあったわけよ。なんでもうギリギリじゃん。で、動画もちょっと作るちょっと時間がなかったからもう引いちゃったんだよね。そうしたらさ、ゴールド契約書2枚で千賀さんを引いちゃったんで、うわーってもったいねーと思って、せっかく引いたのに動画にしてないっていう残念なオチだよね。ってことでになるのか分かんないけど、ちょっとリベンジ、ゴールド契約書で、クリスマスのやつと、これね、クリスマス5連と、あれどこ行った、これ新年運試しプレゼントの5連があるんで、まずはそちらから引いていきたいと思います。じゃあちょっともうクリスマスかなり前だけど、さあサンタさんプレゼントお願いします。ここで S ランク出れば気持ちいいね。あー、千賀さん引いちゃったのね。お、あー、ここで S ランク聞けばな、かっこよかったけどな。てかこれ A ランクは確定？もしかして5連。しかも千賀引く、持ってる。すごい、素晴らしい。おお、これ電車の音まで拾っちゃうんだよね多分。すいません。ってことで5連ゴールド契約書新年運試しプレゼント、こっちを引いていきたいと思います。次は頼むよ、これ当たってよ、当たってよ。お、あー、マジで嘘でしょ。え、うーわー、来た、マジ、え、マジっすか。あざっす、角中さんありがとうございます。すいません、あざっす、素晴らしい。ってことで引いちゃいました、ありがとうございます。ってことで本日は以上になります。ではまた次回もよろしくお願いします。またねー。